大自然の中で目を覚ました感じになるんじゃないかな、はい、毎朝って。植物の葉を生かしたいんですよ、お部屋に。こういうガチャガチャした方が生命力を感じる。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、斉藤匠です。我々人類は今まで世界の隅々まで探索してきました。しかし隣人がどういう部屋に住んでいるかは未だ解明されていません。タイニールームユニバース、今日も行ってみたいと思います。では早速お部屋に入っていきたいと思うんですが、このちょっとねベンチがあったり、このお花ですかね、こう軽石っぽいのがあったり、ちょっとこの周りもね、もうすでに素敵な部屋なんじゃないかなと思いますが、お邪魔します。失礼します。素敵な玄関ですね。おお、植物ですね。うん、なんかこう東京をいい意味で忘れる空間ですね。おしゃれ、こんな映画みたいですね。こんな生活ちょっと憧れますね。このフォントとかが気になっちゃうんだと思うんですよね。だからこういうものでカムフラージュというかデザインしてますよね。面白い、おしゃれな目になった鏡。失礼します。すごい。これリビングはリビングで素敵なんですけど、この寝室に非常にこうその人の個性が出るなという、眠る前と起きた時の景色っていうものにその人の何かこだわりを感じる、このタイニールームユニバースです。なんか小物もこういちいちこうナチュラルな方向に、本棚、お、安藤忠雄さん、村上春樹さん、池澤夏樹さん、ちょっとねカルチャー系の人が多いかもしれないですね。このでも本棚もおしゃれですね。これもしかしたら手作りなのかな。ぴったりですもんね、サイズが。どんな人なんですかね。まあでも維持も大変だと思うんですよね、こう水やりだったり。まあこういうやっぱ植物に関係しててほしいですよね。ここまでここまでこだわってらっしゃったら。失礼します。はい、あ、こんにちは、初めまして、新平と申します。新平さん、お邪魔してます。お越しいただきありがとうございます。取られてる。すいません。いや、光栄です。このなんていうんですかね、ずっとここにいた気もするというか、懐かしいような、懐かしい気がするんですけど、なんか嬉しいです、初めて言われました。ちなみに、はい、ご職業は、はいはい、ざっくり言うと、はい、レンタル撮影スタジオの運営というものをしておりまして。なるほど、はい、ってことはそのスタジオのこう内装というか、インテリアみたいなこともそうですね、渋谷さんがコーディネートされて、はい、そうです。なるほど、もうこの生活感があって、もう植物が満載っていうリアルなスタジオ、なるほど、っていうのないのかなと思って作ってますね。面白い、ってことはその順番としてはここのスペースがあって、はい、その展開しているのがスタジオである。そうです、ね、はい、そうです。去年の6月なんですけど、はい、まだオープンしたばかりで。ちょっと俊平さん、はい、先ほど僕なかなか入れなかったんですけど、このお部屋入ってみていいですか。あ、どうぞ、はい、おいいですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。これはなんか昭和と完全に西洋といろんなカルチャーがぐわっと混ざってますね。あ、嬉しいです、ありがとうございます。なんかこの壁の剥げ具合みたいなのも逆にいいです。何でも味に転化したいというか。なるほどなるほど、はい、汚いものを隠すんじゃなくて、はい、それありきで部屋のポテンシャルっていうものを引き出す、うん、生かすというか。あと気になったのが、はい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 、香辛料、あ、香辛料、はい、本気の人のやつじゃないですか。まあこれも言ったらオブジェみたいなもんで。なるほど、はい、なんかこうスパイスが並んでる光景って可愛いじゃないですか、単純に。まあそうですね。それありきでまずスパイスを買ったっていうところから、うん、なんかキッチンはこうガチャガチャしてる方が割と好みで、はい、まあ、見せない収納とかよりもこういうガチャガチャした方がなんか生命力を感じるキッチンというか、うん、音楽もやられる。音楽は、はい、あんまやらないです。なるほど。単純にギターがある風景が好きなので。なるほどなるほど、はい、なるほど。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか、ギターってオブジェとして有機的で。なるほど。この なんていうんですかね、この植物。これはですね、シダ系でビカクシダっていう名前の。シダなんですか。シダです。シダの仲間です。
コウモリランとか別名あるんですけども、はい、うん、寝室もそうなんですけど、はい、上からそのこういう自然物を吊るっていうんですか、この、まあ、吊るですね、はい、でハンギングというか、やっぱこれがあるとないとでは印象は大きく変わると思ってて、はい、しかもこのテーブルの上って歩き回ることがないので、はい、なるほど、あの実は邪魔にならないんですよ。なるほどです。飾り方も何だろう、単発で飾るのもあるし、うん、こういう風になんかお部屋の中にブーケ作るじゃないですけど、はいはい、なるほど、こうギュッとまとめて、でしかも葉の色とか形をあえてバラバラに飾るっていうのも割と好きでやってます、はい、しかもあれですよね、こう自然の摂理としては二酸化炭素を酸素に変えてくれる、はい、空気清浄機、はいはい、多分いいのか分からないですけど、いや絶対いいと思います、住んでると、うん、なるほど。あとあのその水やりとか、はい、そういうその日頃のケアっていうのは、うん、もう日課として日々何か必要なんですか？いや、そういうわけでもないです。はは、1個鉄則があって、まあ、土触って、うん、乾いてたらあげるサイン、湿ってたらあげなくていい、もうそれだけです、シンプルに。なるほど。それを繰り返すうちにだんだんリズムが分かってきて、はい、もう触らなくても大丈夫になるっていう感じですね、うん、なるほど。あとはまあ丈夫な子ばっかり選んでるというのとポイント、はい、あと一つあって、枯れたものにはもう手を出さないっていう、はあ、それは相性が合わないんだなっていう、割り切っちゃう、人と同じで。なるほど、はい、その始まりというかきっかけって何かあったんですか？植物育て、はいはい、もちろん昔はこんなに多くなかったんですけど、もともと好きは好きで、はい、リュック・ベソン監督のレオンっていう映画があると思うんですけども、はいはいはい、あれレオンがこの窓際で大事に、うん、はい、あれがやっぱり植物を育てるっていうカルチャーと触れた初めてだった。なるほど、はい、あの改めて、はい、あのこうこれを自宅に置こうって思う基準、はい、っていうのを教えていただけますか？はい、植物の葉を生かしたいんですよ、お部屋に。なるほど。この子がどうすれば一番魅力的に見えるかっていうのを常に考えてて、はい、よくあるパターンとして、なんか植物のお店で可愛いの見つけた、はい、これどこに飾ろうっていうパターン、うん、多いと思うんですけど、はいはい、自分の場合は部屋見て、うん、まあ、ここにこういう形でこういう色の植物あったら生えるだろうなっていうところが入って、それに出会うまで辛抱強く待つっていう。なるほど。感じです。あ、ちなみにこれが一番最初にあの購入した植物なんですけど。そうなんですか。はい、この部屋に住み始めて何年生だから、もう5年の付き合いです。はあ、これもこの部屋の内見に入った瞬間にもうこのコーディネートが浮かんだんですね、うん、ここにソファー置いて、ここに棚置いて、ここに植物は置こうって決めてて、はい、そう、それでそれを探しに引っ越した後に行って出会って置いてバッチリじゃんっていう、うん、そうなんですよ。だからコレクターじゃないんですよね、うん、自分の場合植物ただ美しく見せたいだけなんで、ただ単純に数があればいいっていうわけじゃなくて、うん、僕より数たくさんお持ちの方ってもう5万といらっしゃるんですけど、自分の場合はもうただ美しく飾りたい。なるほど、はい、ちなみにこの棚って、はい、このサイズのものがあったんですか？いや、もちろん作りました。本棚もそうですか？本棚もそうです。素晴らしい。あの、はい、もう棚は買わないです、既製品は。絶対自分で作る。なぜならあのサイズがバッチリ合うんで。なるほど。しかもそんな難しいことじゃないんですよ、釘で打ってるだけなんで。へえ。テーブルと、まあ、ソファーと合わせて高さを。なるほど。ある程度ベッドと揃えると空間がすっきり見えるっていう、なんか自分ルールみたいなのが一応あるんですけど、いくつかその一つですね。なるほど。職業柄いろんなこうセットとか美術さん、うん、装飾さんが作ってくれたおしゃれなお部屋とか、はい、ここにキャラクターが住んでるとかっていう、その現場に台本で書かれてること以上に、うん、その現場に行った時にここで生活してるっていうことを想像した時にやっぱりこうワクワクする美術セット、うん、だったり実際のロケセットとかだと すごくね、やっぱ生活してないのにその時間がこう自分から湧き出てくるみたいな、そこ何入ってるか分かんないのに引き出し開けたり、なんかその感じがこの空間にあったんですよね。あ、本当ですか。はい、へえ。だからすごくなんか映画シネマティックな、嬉しい、ありがとうございます、空気に溢れていて、なんか自分の中でここ数年のテーマで、うん、なんだろう、景色の共有みたいなことがテーマになってて、うんうん、まあ、その SNS もその一環ですけども、ああいう風に自分の感性を生かしたスタジオを作って、はい、それを作品作りに生かしてもらうっていうのも、まあ、景色の共有だと思うし、
まあ、そういうのを今後もちょっと続けていきたいなと思ってますね。スタジオ増やすはもちろん、はい、ここまあ、なんか別の形で共有できたら、例えばさっきちょっと出てましたホテルとか、はい、あホテルで10室あるビルを借りて、いいね、全部違った感じでコーディネートして、はい、そこでゆっくりくつろいでいただくっていうのもちょっと楽し夢の一つというか、はい、この時間帯ね、また朝日は朝日でまた違う、そうですね、景色になりますよね、はい、あと照明が実はこれ25個あるんで、あそうなんですね、電球が、はあ、隠してあったり、この辺じゃあ夜もまた夜は最高です、へえ、はい、朝も昼も夜も、はい、あと雨の日も、はい、いろいろその都度景色が変わるっていうのが、まあ、こういう植物買ったインテリアの魅力の一つではあるかなと思いますね。やっぱり、ね、ノスタルジックなものがすごい好きで、心の金銭っていうんですかね、はい、に触れるような、やっぱ植物も枯れちゃう可能性をはらんでるじゃないですか、そこもなんかちょっと切なさがあるのかなっていう、頑張って生きてるし、いずれは枯れていくし、 そこに切なさみたいなのがちょっとあるかもしれないですね。生き物と共存してるってことですね、まあ、そうですね。タイニールームユニバース、皆さんいかがだったでしょうか。月日をかけてどん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 自分以外のこの空間にとって、植物にとっていい場所を作り続けることで自分に返ってくるというか、大いなるサイクルが生まれるということを学ばせてもらいました。取り入れたいと思います。次回はどんな小さな宇宙が僕らを待っているんでしょうか。タイニールームユニバース、斉藤匠でした。お邪魔しました。